どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、連日ですね、ウエスト98センチの回第2回最強クラン決定戦で優勝いたしました。その遠流さん、ムスカ大佐さん、バーボンさん、こちらの3人優勝メンバーなんですけれども、その3人で誰が強いのか総当たり戦を行って、誰が強いのかを決める戦いなんでございますけども、第3回戦ラストバトルとなりました。ムスカ大佐さん VS 遠流さん、第1回第2回のですね模様は動画概要欄のリンクに貼りたいと思いますので、そちらからぜひともご覧いただければなと思います。はい、では見ていきましょう。こちらですね、遠流さんはラバホリ氏ですかね、ラバホリ氏デッキでございましょうか。ムスカ大佐さんはこちらジャイボウラーデッキでございましょうか。ですね、まあ今回は大会で使ったデッキをなるべくまあ使ってほしいですけど、別に変えても大丈夫ですというですね、条件を提示しているんですけれども、全員大会で使ってくれたデッキを使ってくれるっていう嬉しい、見ていきたいと思います。これラバーハウンドが通りますね。後ろからジャイボーラー来ました。ムスカ大佐さんのジャイボーラーでございます。やっぱりね、ジャイボーラーね、何が強いかって、今ジャイポイズンデッキってめちゃめちゃ流行ってるんですよね。で、そのジャイアントの後ろから、じゃ例えばそのバスケット重視だったりとか、縦の選手をこう後ろからつけてくるんですけれども、それをね、こう、ジャイアントにターゲットをボウラーに取らして、後ろの後衛、おお倒した、後ろのね、後衛ユニットまでもダメージ与えちゃうっていう、それがね、ジャイボウラーのすごい強いところです。まあ、相手がその、今流行りのデッキだからこそ、そのメタを張るじゃないですけれども、そういうね、強さを発揮しております。遠流さん、ここでタワー1本落としましたが、ムスカ大佐さんの方もですね、942ということで、まだまだ逆転のですね、方法まだありますよ。そして、ラバハウンドデッキってことで、オーブンでね、ラバハウンドのターゲットも反らすことができますので、こちらムスカ大佐さん、どうでしょうか。まだ遠流さん、カードが1枚残っておりますよ。何で来てくるのか。ボウラーの一撃ですよ。そして、このね、ガーゴイルの群れを、うまいですね。ザップとアイススプリットで処理していきました。さあ、こちらラバーハンドが来ますよ。ラバーハンドが来ました。これで防衛していかないと相当厳しいですが、バーバリアンが押し寄せますよ。バーバリアン4体のこれ、今3体となりましたが、ダメージ。タワーを通されるぐらいね、相当ダメージ入りますが、残り300となりました。ポイズン。ジャイアントあと2発、いや3発ぐらいでしょうか。ジャイアント2発とポイズンが決まればダメージ入りますが、ジャイアント取るかこれ。一発、ああ試合終了ということでございました。いや、これナイスゲームですね。遠流 VS ムスカ大佐でございました。ナイスナイスゲームということで、ムがおかしい、ムがおかしい。はい、ということですね、この突発的に行ったムスカ大佐さん VS 遠流さん、こちら1位、ムスカ大佐さん、ムスカ大佐さんじゃない、遠流さんですね。そして2位が遠流さんでございますね。遠流さんじゃない、ムスカちょっともうぐるぐるになっちゃう、ぐるムスカ。そして3位がバボキシバイセンということで、バーボンさんでございました。こちらですね、これからが企画ですよ。なんと、ウエスト98センチの回、優勝メンバーの1位、遠流さん VS、キヨキヨのエキシビジョンマッチということで、エキシビジョンマッチをやっていきたいと思います。次の動画で、やっていきたいと思いますので、ウエスト98センチの回、最強メンバーに挑む。お楽しみにしてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。じゃんじゃん、チャンネル登録して。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。